チバックの縫い方を説明します。生地を裁断します。本体表2枚、裏2枚、見返し2枚、手紐2枚、底1枚裁断します。表生地の裏側には補強のため接着芯を貼っています。手紐を布で作る場合、手紐の出来上がり位置に合わせてアイロンで縫い代を折っていきます。両側をアイロンで折りました。折り山線に合わせて半分に折っていきます。待ち針を留めたら端の部分をミシンで縫っていきます。端をミシンで縫いました。もう一本も同様に縫っていきます。本体表に手紐を合わせていきます。手紐が革テープの場合は表の端ギリギリに両面テープをつけていきます。ビニールコーティングや革などは待ち針の穴が目立ってしまったり厚みが出るため、3ミリ幅の両面テープやクリップを使って作っていきます。両面テープを使うときはミシンで縫わない縫い代の部分に貼っていきます。手紐を裏側に返して、本体表と中表になるように付け位置に合わせていきます。5ミリの縫い代でミシンで縫って仮留めをしました。手紐の反対側もねじれないように中表に合わせて同様に縫っていきます。反対側も同様に5ミリの縫い代でミシンで縫って仮留めをしました。ファスナータブをファスナーの下留め側に縫い付けていきます。ファスナータブの裏側には両面テープをつけておきます。ファスナーの下留め側の端にタブを合わせていきます。ファスナーを裏側に返します。もう一枚のファスナータブも同じ位置に合わせていきます。手縫いで縫い付けていきます。タブの裏側の穴から針を表側に出していきます。隣の穴に針を刺して裏側から出していきます。さらに隣の穴に針を刺していきます。反対側から糸が出たらさらに隣の穴に刺して繰り返して縫い付けていきます。最初の穴に再度針を通していきます。反対側から糸が出たら先ほど進んできた方向と反対方向に縫い進めていきます。最後の穴は反対側のタブは通さずにファスナーの間から針を出していきます。タブの下側で玉留めをします。糸を切ります。ファスナーの上留め側の台布を折っていきます。上留めの位置に合わせて台布を下側へ折り返し、さらに
端を三角に折っていきます。ミシンで台布の部分を縫っていきます。ミシンで縫って留めました。反対側の台布も同様に縫っていきます。見返しとファスナーを合わせていきます。見返しのファスナー付け止まり位置とファスナーの上留め側の位置を合わせます。見返しとファスナーが中表になるように乗せていきます。待ち針を留めたらファスナーの上留め側からファスナー付け止まり位置まで 5mm の縫い代でミシンで縫って仮留めをしていきます。 5mm の縫い代でファスナー付け止まりまでミシンで縫いました。裏地と見返しを合わせていきます。先ほど縫い止まったファスナー付け止まり位置に合わせてファスナーを口側に折り返して待ち針で固定しておきます。裏地と見返しが中表になるように合わせていきます。全体に待ち針を留めたら端から端までミシンで縫っていきます。端から端までミシンで縫いました。ファスナーの下留め側は一緒に縫い込まないように気をつけます。縫い代にアイロンをかけていきます。裏側に返します。縫い代は裏地側に倒してアイロンをかけていきます。裏地側の端にミシンステッチをかけました。ファスナーを固定していた待ち針は外します。1枚の見返しとファスナーを合わせていきます。ファスナーは開けておきます。見返しと反対側のファスナーが中表になるように合わせていきます。先ほどと同様に 5mm の縫い代でミシンで縫ってファスナー付け止まりまで仮留めをしました。裏地と見返しを合わせていきます。ファスナーの付け止まり位置に合わせて口側に折り返し待ち針で固定しておきます。見返しと裏地が中表になるように合わせていきます。端から端までミシンで縫えました。ファスナーの台布の側は一緒に縫い込まないように気をつけます。先ほどと同様に裏地側に縫い代を倒して裏地側の端にミシンステッチをかけました。下留め側の固定していた待ち針は外します。本体表と見返しを合わせていきます。本体表と見返しが中表になるように合わせていきます。全体に待ち針を留めたら端から端まで口部分をミシンで縫っていきます。端から端までミシンで縫いました。縫い代にアイロンをかけていきます。縫い代は割ってアイロンをかけます。もう一枚の見返しも同様に本体と合わせていきます。本体表と見返しを中表に合わせて先ほどと同様にミシンで口の部分を縫っていきます。ミシンで端から端まで口部分が縫えました。縫い代にアイロンをかけていきます。縫い代は割ってアイロンをかけます。本体を中表に合わせていきます。
表同士、裏同士が中表になるように合わせます。ファスナーがねじれていないことを確認します。縫い目同士を合わせて全体に待ち針を留めました。ファスナーの下留め側は中に入れ込んでおきます。両側をミシンで縫っていきます。両脇が端から端までミシンで縫えました。縫い代は割ってアイロンをかけていきます。本体表の底と底を合わせていきます。中表になるように合わせて、底の出来上がり位置と本体底の底付け止まり位置を合わせていきます。位置を合わせて待ち針を留めたら、底の付け止まり位置から付け止まり位置までミシンで縫います。付け止まり位置から付け止まり位置までミシンで縫えました。本体側は底付け止まり位置で縫い止まっています。底の反対側ももう一枚の本体と中表に合わせて同様に縫っていきます。底の反対側も付け止まり位置から付け止まり位置までミシンで縫えました。本体の底付け止まり位置の縫い代に切り込みを入れていきます。ミシン目よりも2ミリぐらい手前まで切り込みを入れていきます。底の縫い代は切らないように気をつけます。反対側の縫い代にも同様に切り込みを入れます。マチの部分を合わせていきます。脇の部分と底を中表に合わせていきます。待ち針を留めたら、出来上がり位置から出来上がり位置までミシンで縫っていきます。出来上がりから出来上がり位置までミシンで縫いました。反対側のまちも同様にミシンで縫いました。裏地の底をミシンで縫っていきます。返し口を残して底がミシンで縫えました。裏地のまちを縫っていきます。広げて底の縫い目と脇の縫い目を合わせます。待ち針を留めたら、端から端までミシンで縫っていきます。裏地の待ちがミシンで縫えました。反対側の待ちも同様にミシンで縫います。裏地の返し口から表に返していきます。表の中に裏地を入れ込んでいきます。口を出来上がりに整えてアイロンをかけていきます。革手紐にアイロンが当たらないように気をつけます。口に一周ミシンステッチをかけました。底板を用意します。底の出来上がりサイズよりも5ミリ小さくカットし、角を丸く切り落とします。底板の裏側には両面テープをつけておきます。両面テープの剥離紙を剥がし、裏地の底の返し口から底板を入れ込みます。表の裏側の底に底板を固定していきます。
地を引き出してきて、返し口を出来上がりに折って2枚一緒にミシンで縫っていきます。裏地の返し口がミシンで縫えました。表の中に裏地を戻します。ランチバッグの完成です。